類まれなる才能を持って生まれた菅原道真。その男が非業の死を遂げてから5年の月日が経とうとしていました。京の町に藤原の菅根という男がいました。彼は菅原の道真に才能を買われ、役人として出世してきた男でした。しかし道真に恨みを持っており、藤原の時平による道真追放事件に深く関わっていた男です。彼は道真を左遷しようとする醍醐天皇を、いさめようとやってきた宇多法皇を醍醐天皇に取り継がなかったのですから、道真もいなくなって政治は時平様の思うまま、いやいい世の中ですな。するとどこからともなく雷鳴がとどろき、閃光が走りました。雷です。突然の雷はなんと藤原の菅根に落ち、その命を奪いました。人々は菅根の突然の死に驚きました。これが一連の不可思議な連鎖の始まりだとも知らずに。菅根の死の翌年、道真を陥れた張本人藤原の時平が病にかかりました。病気は重く、さまざまな薬や祈祷を試してみますが、どれも効果がありません。これは道真の恨みによるものであろうか。このままではいかん、醸造という僧を呼べ。時平は醸造という当時有名だったお坊さんに頼んで、道真の怨念を払ってもらおうとしました。この醸造というお坊さんは三好清幸という学者官僚の息子でもありました。醸造参りました。祈祷をさせていただきます。ああよろしく頼む。醸造の祈祷は順調に進んでいるように見えました。しかし三好清幸が見舞いに訪れると、なんと時平の寮の耳から青い竜が出てきているではありませんか。私は梵天や帝釈天の許しを得て、私の恩敵を討とうとしているのだ。清幸、息子の祈祷を止めよ。清幸は青竜をとても恐れました。そして醸造に告げ、祈祷をやめさせ時平の家から返したのです。そしてほどなくして時平は息を引き取りました。39歳、まだ働き盛りの年齢でした。人々は時平が死んだのは道真公の恨みによってではないかと噂し始めます。時平の死から4年後のことです。時の右大臣源光が鷹狩りに出かけていました。彼も時平らと共に道真の失脚に関わった人物で、道真の後釜として右大臣の座についた男でした。よーし鷹よ、戻ってこい。こっちじゃ、こっち。おーっと、鷹狩りの最中、源光は塹壕の泥沼に足を滑らせてしまいました。源光は這い上がることができず、そのまま溺死してしまいます。そしてその遺体は見つかることがありませんでした。この他にも道真の左遷に協力した人々や時平の子孫などが次々と死に、人々は強く道真の怨霊の存在を信じることとなっていったのです。時が過ぎ923年、この時皇太子は安明親王でした。安明親王は藤原の時平の妹の息子で、
時平の後ろ盾により皇太子になった人でした。しかしある日、安明親王が急に亡くなってしまいます。わずか21歳でした。安明親王の父醍醐天皇はこのことをひどく悲しみました。それと同時に道真の怨霊をひどく恐れるようになりました。ああ、道真よ、すまなかった。私が悪かったのだ。お前が私を裏切ったと信じてしまった。どうか、どうか許しておくれ。醍醐天皇は道真に罪はなかったとし、道真を左遷した証書を燃やしました。そして道真に右大臣の職と生前より高い位を送ります。これで道真の怨霊は収まったと誰もが思いました。安明親王には、安明親王の亡き後皇太子となった義頼王という子供がいました。義頼王は安明親王と藤原時平の娘の間にできた子供だったのですが、その子がわずか5歳で亡くなってしまいます。安明親王の死から2年しか経っていませんでした。そしてそれから約5年後、930年に大事件が起きます。この頃日本では大規模な干ばつが起きていました。そのため日照りで作物が不作になり、都の官僚たちは清涼殿という天皇のいる御殿で対策を練っていました。今年はあまりにも雨が少ないの。雨乞いの儀式の段取りをしましょう。では日時はいかがしましょう。おや、空が曇ってきましたぞ。雨雲じゃ。これは雨乞いをしなくて済みそうじゃの。火事じゃ、逃げろ。突然の雷が清涼殿を直撃しました。そして数人の死傷者を出しました。大納言の藤原の清高を見ると衣服が燃えていました。そしてよく見ると胸が裂けて死んでいたのです。彼は藤原の時平派の役人でした。他にも平の真礼よという役人は雷に顔を焼かれ寝込んでしまいました。清涼殿への落雷は醍醐天皇に大きなショックを与えました。そして醍醐天皇は心労から病気になってしまい、そのまま亡くなってしまったのです。多くの人が道真の怨霊を信じ恐れるようになっていました。人々は道真の怨念が雷となって天から落ちてきたと信じたのです。それからしばらく経った頃、平安京の西京に田地比の綾子という女性がいました。彼女はある日不思議な声を聞きました。私は菅原の道真だ。この地は私が生前によく訪れた場所だ。太宰府に左遷された後もこの地のことを思えば心が少し落ち着いたものだ。この地に祠を建てて私が訪れやすいようにしてくれないか。声はそんなことを言いました。田地比の綾子が声を聞いた場所は右近の馬場。当時は桜の名所であった場所でした。田地比の綾子は声を聞きましたが、身分が高くなかったので最初は自分の家で道真を祀るのが精一杯でした。しかし今度は近江の国、現在の滋賀県にある神社のネギ三輪義種の7歳になる息子が突然話し始めました。
私は菅原の道真だ。私の怒りによってこの国に災いをもたらすことは帝釈天からも許しを得ている。しかし私にも嘆き悲しむ人々がいれば救いたいという心がある。生前から私は悲しむ人々を救い、人を傷つける人を正そうとしていたのだ。どうか右近の馬場に私を祀ってはくれないか。祀ってほしい場所には松を生やそう。これを聞いた三輪義種は、長日寺の住職である西鎮や田地比の綾子と相談して、右近の馬場に神社を作ることにしました。三人が神社を建てる場所を相談していると、一晩のうちに数十本の松が生えて林となりました。そこでその場所に社を構え、菅原の道真を崇めるようになったのです。この社こそ現在の北の天満宮であると言われています。こうして天神様として人々に祀られるようになった菅原道真は、雷の神であると同時に学問の神様としても親しまれるようになりました。天神様は書にも優れていたことから、書道の神様でもありますし、素晴らしい歌を詠まれたので和歌、連歌の神様でもあります。寺子屋制度が充実した江戸時代には、学問、手習い、つまり様々な稽古ごとの神様とされました。そして勉学に励む子供を守るというところから、子供の守り神という性格も持つようになったのです。現在では受験の神様としての人気も高く、多くの人が天満宮、つまり天神様を祀る神社に参拝しています。また天神様は数々のたたりで雷を落としたと信じられていることから、雷を司るとされています。雷は雨を伴ってくるものなので、農耕の神様として慕われています。他にも天神様の生涯は清廉潔白であったことから、正直至誠の神様としても信じられています。海ならず讃える水の底までも、清き心は月ぞ照らさむという歌を道真公は読んでいます。これは月だけは私の無実の罪を明らかにしてくれるだろうという思いが込められた歌です。また道真公は冤罪に苦しんだ後、死後その名誉を回復されたことから、冤罪を晴らしてくれる神様としても信仰されています。さて今回参拝した湯島天神は、雍略天皇2年1月勅命により創建されたと伝えられています。この頃は雨の田力王の御事を祀っていました。その後昭平10年1355年に菅公のご遺徳を慕った人によって、文道の大祖と崇め、本社に関税し、合わせて祀られることになったのです。その後さまざまな文人学者がこの湯島天神に参拝してきました。江戸時代の儒学者林道春や松永石吾、徳川六代七代将軍に仕えた荒井白石など、名だたる人々が湯島天神に参拝しています。また八代将軍徳川綱吉公が湯島聖堂という幕府直轄の学校を湯島に移したため、湯島天神は文教の中心としてますます栄えることになりました。境内にはなで牛として信仰される牛の像があります。これは天神様と牛の関わりが深いからです。道真公が太宰府で亡くなった時、牛舎に乗せて遺体を運んだところ、
牛が安楽寺指導のほとりで動かなくなったそうです。そこで人々は、これは道真公のご意志だろうとのことで、その場所を道真公の墓所としました。このような言われから、天満宮の境内には牛の像や飾りが多く使われているのです。昔は怨霊として恐れられていた道真公は、丁寧に祀られ人々に信仰されたことによって、今日では学問の神様として慕われているのです。皆さんも何かを勉強するときや試験に臨む際、お参りしてみてはいかがでしょうか。